ごぼごぼいってます。なんかこのペケタンからですか、はい、これがあの先に今なんと熟成させるというか発酵させて今だから8本の中に入って出来上がったら食べるとなって提供になります。これどのぐらいの量入ってますか。これ1回で1000リッター1000リッターですか。すげえな、なかなかないですね。定番のビールで、定番が4種類あります、はい、このパッケージがフルーツでも好きなやつが4種類があって、これ柚子なんですね。そうですね、変わったんですね。なんか柚子とかフルーツ使ってるから甘い感じするじゃないですか、はい、香りだけなんで味はちゃんとビール結構ビールみたいな。こういうフルーティーな香りのものってどういう料理ですか。あでもやっぱりなんか前菜とかにありますね。サラダとか食べたりとか、なんかカルパッドとか食べたりとかあります。あいいっすね。うちはあのフルーティーじゃなくて醸造所をこだわって。あそうですね、そうですね。カナダに旅行とか留学してたんで、その時見た空をイメージしてみたいな。これだからちょっと抽象的なやつですね。はい、いや、いいですね。いろいろお料理もあるみたいで、はい、ね、なんかさっき見たら名古屋コーチンを使った料理とかもあって、はい、なんかこう食べながら飲み比べしたいですね。そうですね。サーバーもありますから臨場感ありますよね。泡はそのぐらいでいいんですか。なんか魚になったら、いいね、いいね、フランスって感じ。はいはいはい、いい感じ。名古屋タコス。あ、汁があんまあげれないです。僕がいいですか。いいよ、いいよ。うん、おいしい。これはビールに合う。これ味噌ちょっと入ってます。分かっちゃった。結構パンチありますね。こんにちは、水野勝です。5月23日発売のケリー7月号に僕水野勝が掲載されております。この5月23日ということはですね、僕は、5月31日を、もちましてボーイズアーメンを卒業させていただくということで、おそらくグループとしては最後の、ケリーになると思います。ケリーさんはですね、結成当初から、連載をさせていただいておりまして、なんか庄内緑地にミステップをしに行ったりとか、いろんなところを切り取っていただきました。すごい思い出深い、大変お世話になった、媒体さんだなと思っています。卒業しても、名古屋は捨てずに名古屋のお仕事は大事にしていきたいと思いますので、今後も乗れるように頑張っていきますので、今後とも応援よろしくお願いします。今までありがとうございました。